やりにくいかやりにくくないかで言うとやりにくい。おいしいね。ありがとう。もう時間もしてるから早めに行くね。大丈夫だよ時間は。やりにくい。申し遅れました、大阪からいました谷川和久と申します。よろしくお願いします。
人
ね、今日は1時半から田崎明彦さん、ウィルさん、三品さんと、そして GBK さんと続いて、もうあと一組で終わるんでね、もうちょっとだけお付き合いください、できるだけあのみんなと手をつなげるようなフレンドリーな曲を用意してるんで
人に会った」伝えたい思いを
見つけきれずに晴れを閉ざす夜、うつむいた気持ちを隠しきれずにさよならを告げる。おやすみ、また明日、今日はありがとう。飲み込んだままのさよならを告げる。失った明かり、祈り、誇り、たどり着けずに晴れを閉ざす夜、空回る日々からもたれないためのさよならを告げる。
ました。ありがとうございます。大丈夫です。だいぶ巻いたね。やったね。やればできる子や。ですね。じゃあ一応ね、用意してきたんだ。実はね、佐藤さんから、どうせ人手なしのような歌ばっかり歌うんだろうから最後ぐらいみんなで歌えるような曲やつ。佐藤さんに言われたの？いや、なんかみんなでね、歌えるような曲をって言われたんですけど、結構ね、先に出た皆さんが結構みんなでラララとかシャララとか歌ってたらね、もういいかなと思うんですけど、よかったら一緒に最後の方でね、ラララララララっていうところから、ね、出てくるんでね、よかったら一緒に歌っていただければ気持ちよく帰れるかなみたいな。そうだよね。おとといかな、おととい書いたけどです。ラララララ。必要なんですよ。